アズールレーン英語版プレイヤーの皆さん、こんにちは。イラストリアス、そしてルートリオンファン役の天宮そらです。アズールレーン英語版2周年おめでとうございます。もう、最初に私が出会ったのがイラストリアスですから、イラストリアスが、で私が出会って、そして英語版で、皆さんのもとにイラストリアスの声が届いて、そしてもう2周年も経つということで、本当におめでたいなと思います。お、なんと天宮そら様シークレットミッションという封筒をいただきましたが、開けてみます。なんだろう。人気セリフランキング発表ということで、ここから私がですね、皆さんが投票してくださって決まったキャラクターの人気セリフを発表させていただきたいと思います。それではイラストリアス第3位、着せ替えスキンの乙女百合の輝きより。せっかくの祝日ですもの、一度だけ甘えさせてあげてもいいですわ。はい、そして、第2位、終わらないお茶会からの、ああ、指揮官様、お茶会ではこんなことしちゃいけませんよ。はい、なかなかセクシーなセリフですね。そしていよいよ第1位、あー、このセリフは、私も好きなセリフです。指揮官様、軟着陸試してみます。はい、ということでこちらがイラストリアスの、ランキングセリフでした。続いてはルートリオンファンの人気セリフを発表していきたいと思います。第3位、ポルラリベルテ。はい、ルートリオンファンといえばというセリフですね。では次第2位、こちらは結婚のセリフです。ついに、ついにこの日が。やはり指揮官こそ私の運命のパートナーですわ。ル・トリオンファン、この剣、この盾、そしてこの身を喜んで捧げます。はい、最後第1位発表させていただきます。あ、ル・ファンタスク級の速力王も超えるなんて、指揮官、侮れませんわ。はい、ということで人気セリフは以上です。皆さんからたくさんの投票をいただきまして、キャラクターへの愛情を私もすごく感じました。本当に投票ありがとうございました。そしてアズールレーン2周年、本当におめでとうございます。いつか皆さんとお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた。皆さんこんにちは。アズールレーンでエンタープライズ役を演じさせていただいています石川由依です。この度英語版アズールレーン2周年ということでおめでとうございます。わー、2年間応援していただき本当にありがとうございます。お、何ですか何ですか、何やらこんなミッションと書かれた紙が渡されました。中を見てみたいと思います。お、シークレットミッション。あ、これは英語版運営担当のヨースターのインターン君からの依頼みたいです。なんとエンタープライズの人気上位3位のセリフをここで発表するとのミッションがありました。じゃあ私がそのセリフを読みながら、ミッション達成できるように頑張りたいと思います。なんか緊張しますね。いきますね。ではまず第3位です。
アニバーサリードライブのこのセリフ、指揮官、一緒に来てくれるか。あなたの思うがまま、どこまでも一緒に旅をし、新しい文化、そして人々と出会い続けることでした。第3位、こちらのセリフでした。投票していただいた皆様ありがとうございます。続きまして第2位に行きたいと思います。第2位はブライトピオニー着せ替えスキンのこのセリフ。エンタープライズのチャイナドレスはとても華やかで、私もとっても好きでございます。では行きたいと思います。指揮官、このコートは2人まで入れそうだ。どうだ、中に入って機能性を確かめてみるか。はい、ということで第2位はこちらのセリフでした。そしてそして最後、人気トップはおなじみのこのセリフです。いきます、終わりだ。はい、ということで皆さん、投票していただきありがとうございました。あー、なんか最後のセリフは私もよくやっぱり自分も耳にしますし、皆さんも言ってくださっているのを知っているので、やっぱりこれかという感じがしますね。はい、いろんな、普段の姿もですし、いろんなこうイベントだったり、いろんな服のエンタープライズも皆さん遊んでいただいてるんだなっていうのがこのセリフからも分かってすごく嬉しいです。ということで、エンタープライズ役石川由依でした。今回は動画という形で皆さんとお会いすることができましたが、いつか直接皆さんにお会いできたらなと思っておりますので、これからもアズールレンたくさん遊んでください。ということで、アズールレン英語版2周年本当におめでとうございました。またね、バイバイ。